こんにちは、ナオキです。今日のね、リトルナイトメアの、コンプリートエディションにあるシークレットオブザマンというやつの英語版だね。これ日本でもやってるのかわからないけども、とりあえずね、これがコードについてきたんでやっていこうと思います。自分でもね、わかんねえなぁ。あ、また別なのかな、こう。ほら。なんかブツ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 音を言ってたけど。これまた別ゲームだからどういう感じにゲームになってるのかさっぱりわからないね。で、主人公、これ多分落ちるのかな、そうすると。感じ的に。実はこれバイブレーションでさ、ブル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 震えてはいるんだよね。で、こっからどうすればいいんだ？また死ぬとびっくりするんだろうな、きっと。どん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 進んでいけばいいのかな。これやっぱりそのエクストラ的なものなんで、多分結構早くクリアできると思うんだよね。適当な感なんだけどさ、まあ、適当なこと言ってんだけどさ、ここそうすると、落ちるってことだよな、多分。それしかないもんな。で、これ多分これらのマップって、あ、死んだ。あ、ダメね。これらのマップって、多分ね、こっちなんじゃねえのかな、ほら。うん。なんか、前のリトルナイトメアよりは、やりやすくなってんのかなって感じするよね、ほら。やり方さえ分かれば、まあ、OK みたいな感じかな。使ってる、面というかステージは、以前のものの使い回しなんで、大体もうマップは、ね、頭に入ってるんで、突然なんか、またバーって出てこない限りはいけるんではなかろうかと思うよね。はい。で、ただね、なんかこれ多分、リトルナイトメアの時の主人公を助けに行けばいいのかな。歩いてるルートは逆なんでね。だから進む道もきっと間違って、おぉ、なんかいたぞ。これそうするとこうかな？あれ？違う。これを引っ張って、うん。なんか直感的にできるか、もう大体あとやり方分かってるからな。直感的にこれ引っ張って、で、多分こうなんだろうな。で、ジャンプして、これどうだっけ？あ、やべやべ。やり方ね、しばらくっていうか、まあ、数日も経ってるんだけどさ、一週間くらい。そうすると、ちょっとやり方とかもね、ちょっと外のね、変な曲かかってるかもしれないけど、ごめんね。相変わらずね、あれなのよ。うるせえのよ。隣がすごい大きな道なんでね。だから、ちょっと、もし変な曲が聞こえてるんであればすいません。もうとりあえず私もなんか好きな曲ではないのでね、雰囲気的に。だから、まあ、ここら辺はバーッと一気に話しながら、その曲が聞こえないようにしようかなと思ってましたということで、上がって、で、あとね、厄介なのはね、勝手にこういうね、曲入るとね、曲の音が入るとね、なんかね、勝手になんか著作権、侵害ですみたいなのがね、来るんだよね。そんなの全然。あ、これ大丈夫だな。そんなの全く知らねえよ、みたいな。その曲なんかにも全く興味ねえしみたいな。あ、これまたなんか来るんだよ、それで。靴の時のように。多分、だからここをフッてやって、ジャバ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 、あれ？ジャバ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 っと泳いで、ここで、あれ？ちょっと待った、こら、はい。ジャバ。これもう一回やり直しってどうやるんだろう？やり直し。ここかな？ちょっと初めてこのチェックポイントって、詰まった状態でできるのかもしれないけど、わかんねえからな。まあ、一回やり直しっていうのは、初めて私やり直しって、死ぬ以外のやり直しってしたこと、初めてだったんだけど、多分考えられることってこうだから、さっきみたいに一回リセットした方が絶対早いんだよな。相変わらず直感でできるゲームではあるんだけど。よし。で、多分これも引っぺがすのかな？いつもの通り。違うか。引っぺがさなくてもいいってこと？あ、入れた。普通に入れた。で、これを拾う？パワーナップ？あ、これわかった。A ボタンが使えるようになんだ。A ボタンというか。どうせなんでね、このゲーム自体、暗いんでさ。これつけながらちょっと進むのか。で、ここはやっぱり、ここ入るってことでしょ？はい。で、ここ、またヒールだ。もうワンナップなんてバカなこと私はしないからね。OK。そしたら、ここもまあ、突っ走ればいい。いいんだよな。うん。もう、私は分かってしまったからね。やべ。OK。触ったら死ぬ。もう、それ分かってんでね。で、これはジャンプして、ジャンプして多分あそこのおぽんじゃねえのかな。ここね、私ね、すっごい何回も死んでんのよ。だからね、難しいっていうよりはね、私のこれ単純なね、操作ミスでね、死んでるんだよね。ここかわして、ジャンプで、はい、オッケー、初めて行った。ここ何遍死んだのがあるかなって話だよね。で、ここをどうすればいいの？ちょっと また、多分落ちれば死ぬよな。ちょっと、これ。え、もしかして、これは？ジャンプで、はい、オッケー、初めて。で、ここを、はい、オッケー、初めて。これね、基本的にね、R ボタン、R2 ボタンはね、なんか、押しといた方がいいのかなって感じがするな。よし。で、こ
こを落ちていいのかな。うん、よかったね。はい。で、前のあの靴みたいなのなんか、靴みたいな時に多分敵がわらわらわら、あ、でもそうでもなさそうだな、ここは普通に、なんて言うんだろう。やっぱり、新しい、新しいというかダウンロードコンテンツだけに、そんな難しい引っ掛け、難しい引っ掛けはどうもないみたいだね。だから、その本編に比べると比較的、あれ比較的、OK。ちょっと待って、これ電気、あ、バッテリーついた、電気ついた。比較的やりやすいんじゃないかな。ただ水が多いね。なんか。できないか。なんか動いてないか。こういうふうなのは、なんだろう。あ、これ、これ、やっぱり、これ、来てる。なんか来てるよ。そしたら懐中電灯つけて、次は分かりやすいんだよな。あ、ここ落ちたら死ぬってこと？ちょっと待って。これが分かんねえんだよな。これ下がなんかとんでもない深さになってるって話ではない？それともここなんかしろってこと？違うな。これ落ちていいのかな？はい。はい、いけたね。別に死ぬわけでもないし。あれ？ちょっと待った。水辺多いんだな。なんだろうな。で、これ何？あ、ヒルだ。だから、これをなんか取って、またか、もしかして。えいってやる。多分、これを取って、何べんも死にやがって、いや、あったわかんな。なんつうんだろう、この R ボタンの押しっぱなしとジャンプとね、まあ、それくらい、結構めんどくせえのよ。はいはい、よし、いた、初めて行った。危ねえ。危なかった。よし。まあ、ここら辺はまあ、いいとしましょうか。で、ここを、多分もう落ちらざるを得ないだろうな。まあ、落ちるにしても、あっ、ぶねえ。そしたらもう R2 を押しながら、ひたすらここ登れってことだよね。うん、ああ、でも、この右がちょっと、あ、でも関係ないのかな。で、ここでいつものように、こう、多分やるんだな。あれ？できない？これは、何なんだ？今回は、飾り、なんでしょうかね。もうね、わかったよ。ここね、登れるんだよ。で、ここを、こう行って多分、ふいっ！ほら。まずダミーに騙されてしまった。で、ここで、初めて動くんだな。そうすると、どうなんだ？もしかして水が増えて、ふいっ！あ、これやっぱりそうだ。ちょ、もしかして、あ、やっぱり、死ぬ？考えてることはちょっと間違いではなかったような気がするんだよ。ここね、連打でね、多分、読むんだよ。あれ？なんでさっき死んだんだ？え？なんでだろうね。なんでさっき溺れたんだろう、水かさがいっぱい増えて。それはさっぱりわからない。ここで電気つけて、ほら。今、赤面の恨み、このドラム缶で、ほら。なんだろうな、ここはね、いつもの通り、引っぺかせないし、これは、こう、ひっついて、引っぺかせないんだよな。と思ったら、おい、押すのかいみたいな。なんじゃそりゃ、くっそ。結構ね、編集してるからね、今すんなり言ってると思うけどもね、実はすごい時間かかってるからね、考えてるのに。むかつく。はい、よし。ちょ、またこれ、待って。はい。もうこれ、死ぬっていうのは分かったからね、私は。先日というか、さっきのやつで。距離をやっぱりね、稼いだ方がいいんだな、これ。お勝手に、今ね、勝手に、動いたんだね。これ私じゃない。これもしかして、やめて。なんで？で、ここもう、これね、だからね、私、このアルタンとね、よし、わー。これ勝手にね、さっきもね、ポカーンって落とされたんだよね。で、これね、案外ね、一回落ちて、あそこに行くよりは、まあね、多分ね、多分こっちの方はね、うわ、ちょっと現実的じゃなかった。で、こう行って、バカ。多分ね、バカ。ダイナミックだぜ。ふいっ、多分こう、おっしゃ。てめえ、この野郎、あれ？これを投げようと思ったの、何してんのこれ。え、何これ。ほいポカーン。あれではないね。何だろうな、ね、これ。ほいってやると、さも、違うじゃん。
OKOKOK。 なんだよ、くっそくっそ、さっきね、実はあの、なんていうんだ、ピンピカ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 光ってたんだよね。はぁ、あ、もう何遍死んでんだよ、これ。もう分かったんだけど、これね、だからね、R2 のね、その、なんていうんだろう、結構押してないとき、ずっと押してないといけない、これね、一回ね、なんかね、コントローラー的に、ボコ、これこれこれ、違う、ほら、この、なんかね、今ね、こう、重たくなった部分あるんだけど、これを、こう、ボンってやって、ここで止めて、で、ここで、ダッシュなんだよ。で、それでこうやってって、で、落ちると死ぬっていうのはもう分かってるんで、もう何遍もやったんで、ここで、ジャンプして、はい、これはいつもの前の通り、これで多分 OK なんだな。で、あそこの中に入るんだけども、多分あそこの中、今回ね、何これ、ちょっと待って、え、あの、多分右奥の方には多分何もなかったような気がするんだな。だから、これを多分拾って、変なやつに、ほら、来た。え、そうすると、あ、なんだ、いけんじゃん。分かった。あそこまでたどり着けなかったからなって。今だぜ。ほら。ああ。危ねえ。で、ここは、ハンドをつけて、で、ここで、で、実はね、ここね、なんかね、近づくとね、ブルブル。ほら、お肉が出るんだけど、このお肉をね、いや、これってやると、白いアリが出てくるんだけども、ほら、はい、これ、はい。あ、やべえ。外うるさくてごめんね。あ、なんだ、普通に行けたじゃん。ああ、なんか、悔しいな、うるさい音が多分入って、動画の中に。はぁ、やっと成功した中で、ちょっと外がうるさかったかなっていうのはちょっと残念だけど。で、ちょっと電気をつけよう。これ多分ね、どうせ行けねえんだろうなーっていうのが正直なところなんで。ここなんかすんのかな？はい、入れば。じゃあ、分かった。ここはもうここだな。うん。多分これ倒せって話でしょ？で、かけると。あ、ここはもう直感だな。いつもの通り。で、ここは、ジャンプして、OK。で、ここは多分、これじゃあ、押せるのかな？あ、ダメか。このパターンは押せん。じゃあ、無理か。なるほど。多分、これを、はい！なんかハンドでぐるんって一回転させて当てるとか、そんな感じなんじゃないかな。違う？あ、違う。全然違うんだけど、ダッシュで、ほら。またですか。あのさ、ずっと椅子押してたよ。なんか、さ。んで、降りましょうねって話になっておるよね。はい。そうしたら降りましょう。えい。あー、バカ臭い。なんか椅子一生懸命押して、なんか水際に持ってことしたよな。はい。そしたら降りて、で、鍵が必要ですよっていうことなので、あ、どっかで鍵取るんだ。なるほどね。そうすると、また水を実際いっぱいに、あれ？あの亀動いてんぞ。そうすると、あの位置じゃダメなのか。分かった。そしたら、これを多分押して、いつものように押して、ダメか。まあ、いや、こっからジャンプしよう。ジャンプして、おりゃ。うん。うわ、またあいつがいた。ほら。で、まあ、なんとか取りましょうってことなんだけど、このヒルは、どっか行ってくんねえかな。で、ほら。よっしゃ。で、ここを、はい。オッケー。で、ヒル来るかな？まあ、待ってたところで別にヒルだからな。ほら、登りなさい。オッケー。ここは、まあ、で、これは多分入っちゃうと、ビビって感電死みたいな感じ。だから、きっと、またここを押す。えい。違うな。これ入ったらやっぱり感電する？ちょっと周り見てみようか。あ、大丈夫だ。じゃあ、はい。うわ、やっぱり！くっそ。ここ。おや、あれ？ここ、途中で止める。はい。よし。バカち。これダメなのか、途中で止めるなんて。そんな。あれ？これもう一回。あ、じゃあ、ほら。一回全部なくさないといけないのか。で、そうしたら落ちるわけでしょ。で、こう持ってって、これ。問題はね、ここなんだな。あ、わかった。ここで、ここ、ほら、こうやって、あの、渡し船みたいな感じで、あっちに来なさいよってことなんだね。なんだ。で、あの、ある程度、まあ、ジャンプできるでしょっていう範囲に収めて、ね。こ
これで、これで多分 OK だよ。で、はい、もう一回、はい。で、そうすると水が増えるんで、これを、ジャンプしましょうねって話で、はい、ほら。で、ほら。で、ここも、はい。なんだ、普通に行けんじゃん。OK、OK、OK。電気をつけて、で、あ、普通にここ入り抜いちゃったね。で、もう一回ここの穴に入るって話になってくるよね。しかしながら、あ、違う違う。入ったら入ったらどうせ死ぬんだよ、さっきのところ、ほら。そのまま入らなくてよかった。うわ、なんか変な顔がいたぞ。これはね、だからね、一気にこの、なんて言うんだろう。この板にいながらも、一気に行った方がいいんだよ。こう、ちょん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 行こうと思うとね、きっとダメなんだよね。だから、はい !OK, OK. はい。だからこれもうこういうのなんで、もう一気に進むんじゃ。ほらほらほら、よかったよかったよかった。あ、なんだ、たまたま、これほら、うわー、今ね、ほんと偶然。ほんと今偶然。なんだ、超偶然だったの、今のは。あ、やべやべ、そんなアホなこと言ってる場合じゃない。うわ、ちょっと待って待って、来てんぞ。うぅ。ちょっと待って待って待って。よし。はい。よし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 。これ下手にね、ほらほらほら、下手にね、下手にね、時間かけるよりね、こう、無視して突っ走った方がいいんではないんだろうか、あると思うんだよね。で、ここを、はい、よし、あぶない、初めて、うお、ここはもう初回でクリアって感じかな。うお、ねえ、勝手に落とされた。ちょっと待てよ。あ、で、ここも、あれだよ。はい、オッケー、いて、うお、やっべえじゃん、みたいな。で、ここどうするの？なんか下にいるんですけど、あ、ここもね、多分、ダッシュで距離取ってジャンプだよ。そうすることによって、うわ、はい、ほらほらほら、いった。うわー、これすげえわ。あ、ここは、いや、さっきのはね、ほんとたまたま偶然だったな、ジャンプした時にあの、電球になったっていうのは。で、ここは、いつものところでしょ。で、ここは変なことせずに、ちょっと足場が広いところ。あれ？全然違うじゃん。ここで死んだら嫌だな。死なないようにしよう。で、そしたら、なんてことはない。そしたらば、はい、はい、ワンアップ、オッケー。トイレットペーパーを取って、え、で、ここでどうするってこと？多分起きたら死ぬよね。まあ、死ん、ね、あの、きっと、こういうの実況してる人たちって、うまくやってんだろうから、うん、奈落の作品に落ちてしまったな。しかしながらね、ここはね、はい、あ、死んだ。あ、死んでねえじゃん。よかったよかったよかった。で、ここ上がる？おぉ。で、こっちから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 。で、これクランプがあるんで、え、何？クランプなんか出てきた？ただこれ、あ、わかった。これを、え、クランプなんてあった？これを、ほい、あ、落ちた。くっそー。あ、でもよかったのかもしれない。結果的によかったのかもしれないな。で、これで多分押すことによってまた水が、ほい、水がなくなる。だからクランプとして正解だったんだ。多分。で、クランプ、あ、わかったよ。クランプを、あれ？これクランプじゃねえじゃん。ちょっと待って、クランプどこ？クランプ。トイレットペーパーが生き物のように。はい、よし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 。で、これで、いいんだな。で、こうやってって、で、ここで、多分、こうなんだな。OK。で、ジャンプ、OK、ジャンプしてクランプを拾って、ここで、あ、バカ！なんで今投げたんだ？違う。投げんじゃない。ジャンプだったのに、まあ、いや、とりあえず、結果 OK だ。危なかったなぁ。で、ここでクランプをエイって入れて、多分これを回すことによってどうなる？何がどうなる？あ、開くんだ。はぁはぁはぁ。で、ここを多分、うわぁ、ここもう一回、もう一回、もうこれで OK かな？あ、ダメだ。もう一回。で、よし、今回は、はい。はい。よしゃぁ。滑り込みを忘れてたけど、まあいいや、危ねえ、滑り込みの、これさ、滑り込み、スライディング、滑り込みもね、なかなかね、あの、パパッとこう、ボタンをね、変えなければ、いけないので、結構シビアなんだな、パズルゲームといえども、なんか微妙にその、アクション性が求められる？これはどうすればいいんだろう？あ、ただ倒せばいいの。おお！あれ？どこ私？これまた分かった、ほら、変なの来るんだよ。だからね、これはね、もう無視してね、パパパパパパッとね、行っちゃった方がいいんだよね。で、
ロクロク、はい、で、これもサモ、はい、よし、これはこうやって、はい、で、こうやってこうやって、はい、最大のところまで行ってこれ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 もう無視、無視、無視しよう、無視しよう、無視して、はい、登って、ほら、ダッシャー、ほらダッシュ登りちゃえ、おっしゃで、ここも無視して、ここも上がってジャンプ、ジャンプで距離を稼ぐっていう、おお、やばいやばい、ちょっと待って待って、これ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 、違うだろう、ほら、よっしゃで、こっち行け、こっち行け、よし、ここで一番最初にうまくいったんだけどさ、一番右端まで行くのっていうか、一番右端まで行くの全然必要なかったんじゃないみたいな、ここで殺し、安全の殺し、ほら、ビー、あれあ、また来るぞ、あいつが、てん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 って来るんだよ、してるかもしれないし、してないかもしれないんだけども、ここ別にこのね、天球に触れるっていうのは分かったんだけど、触らなくてもね、実はこれいけんのよ、うん、このままダッシュしてもね、いけたっていうのは分かったんだけど、ここでほら、はい、こうやってこう、お水がね、また増えるんだけど、ここをね、またはい、ここね、はい、でジャンプして、ここもね、ほらで、ここを一番最初に成功した感じ、本当に一番最初成功した感じに、こっちまで行って、はい、でこれで、上がる。で、ここまたね、ガガンってやられるんだけども、これね、うっで、多分ね、こう、ほら、やっぱりよかった。ダッシュしても、ね、ダメだっていうのは分かったんだね、私。なお、これ。あれ、自分も死んだ？死んでない？うわ、ここまで来ちゃうとダメか。ちょっと待って、もしかして、勝手に。うわ、やっぱり。あ、え、ちょっと待って、待って。これって、もしかして、このボタン？こういうやり方でいいの？いや、今本当に偶然だから。あれ？死んだ？え、なんで？はい。で、ここも多分、これなんだな、きっと。きっと最初に、後からじゃなくて、ほら、あ、ほらほらほら、やっぱりそうだ。実際こう行けば、なんかバグみたいな感じで助かったり、結局電源落ちてるんで、さっきの敵が死んでるにもかかわらず、殺されたりする、してんのよ。編集でどうなってるかわかんないけども。実際助かってるような状態で死んでんのね。で、多分あれがバグかなんかだと思うんだけど、でここでジャンプ、よくよく行ってた。これはただ単にじゃーんバグだったんだろうな。さっきのやり方は間違ってなかったんだよね。だって敵いなくても電気感電しなくても死なない、本来は死ななかったからね。でも強制的ゲームオーバーになってたから、これはどっちだろう。これを引っぺがすことができたらば、こっち側なんだろうな。引っぺがし成功ということで。で、ペチッと、あ、またこれ何なんだろうな。ほら。何なんだろうね。なんか乗ってんのかな、これ。ほら !OK。あ、違う、あれだけだ。あれが何なのかちょっとわかんないけど、まあいいか。で、まあとりあえず、ポン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 進んでいきましょう。あれ ?OK。で、ちょっとここ登ってみようか。なんかありそう？はい。ああ、ダメか、何もないか。で、そしたら、これをジャンプして、これ、なんか、いけそう？あ、ダメだ、ダメだ、懸垂に終わりそうだ。で、これで、OK、OK、OK。はい。もうなんか、長いぞ、長いぞ。もしかして、これで終わりとか？おぉ、見てみて。うっ！くっそ！またあいつかよ。え？ちょっと待って、どっから始まるの？あ、いいんだいいんだいいんだ、間違いじゃない。危ねえ。オッケーオッケーオッケー。あれ？あ、わかったわかった。ああ、それで繋がるのか。はあはあはあ、それで、最初の、リトルナイトメアの話に繋がってく？繋がったって話なんだ。で、あいつに、引っ張られるよ、っていう。はあ、わかったわかった。はい、というわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。これのね、最後のエンディングの意味はね、リトルナイトメアの方をちょっと見ていただければと思います。1.5 倍速にもしてるんでね。はい、それではおやすみなさい。